およそ70の宿が軒を連ねる下呂温泉。その一つ、創業から40年を超える木曽屋は、バラの花を浮かべたお風呂が楽しめる人気旅館です。そして人気の理由は部屋の中にもあります。それが畳の部屋には珍しいこのベッド。伊勢神宮にも使われている岐阜県の名木、東濃ヒノキの木材を使って作られています。その名も香里ちゃん。和室の上で違和感なしに使っていただけます。やっぱりヒノキの匂いがあるということで、いい香りいたしますね。はい、馴染みのお客さんが多いんですけどね、この部屋に変更させていただいて、あ、この部屋でよかったっておっしゃってくださいます。発売は去年11月。全国に向けてこれまでにおよそ500台を売り上げ、今や予約待ちとなっているヒット商品です。鴨郡七曹町、四方を山に囲まれた森林資源に恵まれた町です。この町に香里ちゃんを製作する福木という会社があります。作業はすべて人の手で行われ、1日に製作できるのは最大で6台。家具などの量産で培ってきた木工技術を生かして、一台一台丁寧に作り上げていきます。やはり香里ちゃんの場合は木の香りを出したいというところで、普通の今まで作ってきたベッドとかそういうものは塗装をたくさん塗ってウレタンとかね、ああいうもので仕上げとったわけなんですけど、さーっとこうすり上げるわけです。そうすると表面の手触りがものすごく良くなりますし、そういう中で香りもものすごく出るんですね。この日会社を訪れたのは、香里ちゃんを販売する夢工房の社長、早川義則さん、59歳。強度はどうでしょうかね、こうねじれとかは大丈夫でしょうかね。これ強度はね、一つのベッドに6本使いますからね、強度的にはまず大丈夫ですよ。香里ちゃんは早川さんが設計を行い、福木に製作を依頼したのです。やはりこのヒノキの何とも言えないアロマの香りですね。これはやっぱり無塗装が一番伝わりますし、曲がったりとか、また油が吹いちゃったりすることもあるので、非常に扱いにくい材料であることは確かだと思います。まあでもそこをあえてやり遂げたってことに価値があるんじゃないかと自分では思っています。こちらは美濃加茂市にある夢工房の販売店。夢工房は早川さんの父親が1953年に創業、大手の寝具メーカーの特約店として長年経営を続けてきました。全盛期には年間1億6000万円の売り上げがありましたが、ピークの売り上げから3分の1までこう売り上げ減った時に、ものすごい強い危機感を覚えたんですね。大手のショッピングセンターの進出であり、またインターネット販売、のこう躍進、5年ぐらい前が一番厳しかったと思いますね。そうした逆境の中、オリジナルのヒット商品を生み出した夢工房、その成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。寝具業界は羽毛布団がこう各家庭に行き渡り、普及率が 100% を超えたのが約12、3年前なんですね。そこからもう頭打ちになりまして、多分業界、寝具業界の売り上げ自体も5分の1ぐらいになってます。まあ、そんな中でやっぱりもうこれがなければダメっていうのが、やっぱり当社の、まあ、当店のオリジナル、うちしか買えないよっていうものを持つことの重要さをひしひしと分かりながら、じゃあどんなものを作ったらいいのかといった自問自答の中で思い当たったのが、まだ普及率 100% に達してない
ベッドだと。日本はあのヒノキはどこでもあると思うんですけども、地元の東濃ヒノキを例えば四国であるとか九州の友達に見せるとすごくあの香りもいいし感動してくれるわけですね。で自分たちはもう当たり前のように接しているもんでも、よその地域の方から見てくれるともうすぐ感動に値するような材料であったりするので、これでベッド作ったらものすごくいいものができるんじゃないかなって、丸ごとメイドイン岐阜というものを作ってこう日本中に発信していきたいって思ってました。早川さんが私たちにあるものを紹介してくれました。これ今あの開発の重機なんですね。で今あの世の中はこう天然繊維コットンであるとかウールシルクっていうのは非常にブームを呼んでるんですけども、やっぱりそれに合う重機ってなんだかっていうと、こうヒノキのような肌触りであるとか色、あの合成の強い色ではなくてこう天然の雰囲気のあるこう重機が非常に合うんじゃないかと思って、今一生懸命ちょっとこれ考えてるんです。来年の夏に全国に向けて発売する計画です。挫折しかかったことは本当に何回もあったんですけども、まあ、諦めないでよかったなと。東濃ヒノキっていうものを信じてきた、少しでも多くの方に知っていただくような活動が今後 の、 あの、まあ、僕の使命かなと。寝具は生活に欠かせないものです。その一方、かつてはどの町にもあった寝具店は最盛期の4割にまで店舗数も売上も縮小しているのが現状です。ライフスタイルの変化、ショッピングモールや大型量販店の出店、そしてテレビ通販で大々的な宣伝を伴った新商品が登場してきたことなどが影響しているのです。ご覧いただいた早川社長は苦境に立たされる中、お客様の声と地元の強みを生かすことに活路を見出し、広く支持されるオリジナル商品の開発に成功しました。環境の変化に適応しつつ、長年培ってきた知識と経験のもと、突き抜ける発想で事業に取り組んできたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。